美味しいパスタを疲れることなく作り続ける料理人がいたらすごいですよね。それを実現させるような世界初の調理ロボットが千代田区に登場です。濃厚な卵の味わいが広がるカルボナーラや、たっぷりとエビを使ったペペロンチーノ、テーブルに並んだ色とりどりのパスタを作ったのは世界初の自動パスタ調理ロボット、Pロボです。メニューに応じて鍋を回転させる回数を自ら変えて仕上がりを調節することはもちろん、4つの鍋を自在に操り、最速でおよそ45秒に1皿、1時間で最大およそ80食のパスタを提供することができます。人手不足に悩む飲食業界に登場した新たなロボットに担当者は、食数を作れるのでテイクアウトの販売というのにも向いています。かつ人が作ってないので飛沫っていうところもないので、そういったところではコロナに非常にマッチしたそういったロボットになっているかと思います。あさって千代田区にオープンする店に導入される世界初のパスタマシーン、店を運営するプロントコーポレーションはこのロボットを今後都内を中心に50店舗に導入したいと話しています。